信長を、いや、伊賀対乱。きっちり働いてやるよ。伊賀を攻めたことを後悔する者ども、まずは奪われた城を奪い返すぞ。丸山城の門をこじ開けるには宝禄隊が使えそうだな。奴らを城の近くまで連れて行くぞ。織田勢は私が生きているとは思っていない。そこにつけいらない手はないでしょう。この戦の勝敗は久秀の働き次第だ。奴がやられちまわないよう注意しねえと。遊んでやるよ。敵将討ち取ったり。力及ばすか。よし、やっちまえ。開門せよ。開門。門外。次は城を奪うぞ。返り血でむせ返る。障害は覗かねえとな。悔しいが、ここまでか。ここは守りが勝てんだよな。敵の目を引きつけておいて中から開ける。なんと見事な。遊んでやるよ。こいつ手がつけられぬ。よし、敵の目は釘付けだ。この調子で暴れてやれ。返り血でむせ返るぜ。ぼちぼち門が開く頃合いだな。開門。誰だ、勝手に門を開けたのは。そら、城を奪い返すぞ。障害は覗かねえとな。聞かせていただこう。忍びたちよ、私の指示通りに動くのですよ。あの姿、もしや松永。しかし、奴は死んだはずじゃ。奴、久秀の亡霊が現れたと思って慌てふためいているようだ。あんなのどうせ伊賀人の仕業だろ。俺が術を解いてやる。開門。後ろに気をつけろ。はい、そう。ネズミが紛れ込んでいやがる。上出来だ。もう一つの城も奪い返すぞ。奪われちまった。出直すしかねえな。松永の亡霊に呪われるぞ。逃げろ。
で逃げ出したようですね。愉快愉快。美月がやられたか。今回はわしが返さねばなるまい。未熟者が回答。天界神の道を阻む輩を許してはならない。ニガ忍団を殲滅するのだ。私の号令はもう十分でしょう。信長は動く気配がねえな。圧を引っ張り出せりゃ首を狙えるんだが。信長、俺が怖くて出てこれねえのか。縮こまってねえで遊んでくれよ。三太夫が退屈しているようだ。皆で奴の相手をしてやる。こいつらじゃ相手にならねえ。すぐに始末してやるよ。ファイト。天下無双の名は俺がいただこうか。ほう、三太夫も口先ばかりではないよ。だがここで油を売っているいとまがあるのか。軟弱な武士どもなんじゃ、伊賀人の敵じゃねえ。さっさと城を奪い返すぞ。敵将討ち取ったり。かなう相手ではなかったか。敵に侵入を許すとは。だがこの城を奪われるわけにはいかぬ。本拠を落とし勝負を決めてやる。橿原城を狙ってきやがった。久秀が撃たれちまう。城は奪い返せたようだな。あとは織田の連中を痛めつけて追い出すだけだ。さすがの私もこれでは分が悪い。桃地殿、加勢を頼みます。この気配、半蔵が近くに潜んでやがる。長きにわたる因縁に決着をつけるときだ。勝負せよ、三太夫。三太夫、せめて同門の手で行くがいい。嫌なこった。同門の手で行くのは貴様だよ。敵将討ち取ったり。わしの役目はここまでだ。これは見事なお手並み。すんじゃねえよ。障害は覗かねえとな。遊んでやるよ。かなう相手ではなかったか。フルはなんだか。聞かせていただこう。助かりました。次の策に備えて傷を癒しておかなくては。あとは信長の首を取るだけだ。者どもかかれ。これ以上伊賀勢の好きにさせてはならぬ。皆俺に続け。開門。お見事にございますな。遊んでやるよ。おもち、世を乱す悪党になり下がった貴様を到底生かしてはおけない。必
覚悟しろ。肩を抜かしてんなよ、光秀さんよ。世を乱してんのは武士どもだろうが。信長様にご挨拶に伺わねば。さあ、奇襲を仕掛けますよ。親父は俺が守る。ついてこれ。よかろう。この信長の首が取れるか試してみるがいい。開門。遊んでやるよ。勝利条件変更。天下無双の名は俺がいただこうか。障害は除かねえとな。いやはや恐れ入りますな、桃地殿。ここは俺の死に場所ではない。この数を相手にこうも粘るとはさすがではあるが、我らも負けられぬ。障害は除かねえとな。叶う相手ではなかったか。深く引くしかないようだ。これで織田は退けたが、憎き武士がまだ一人残ってた。桃地、私を討とうというのか。やはりそなたとは相入れなかったようだな。遊んでやるよ。勝利条件変更。敗北条件変更。楽しめたか。伊賀に武士の道理は通らねえ。この先も永遠にな。